駅前系あわらいの町駅は、福井県あわら市二面にある、越前鉄道三国あわら線の駅である。駅番号は E40。路線名にも関される同線の主要駅で、あわら温泉の玄関口の一つ。相対式二面二線のホームを有する地上駅。駅舎は、ホームの北側にあり、手前側の一番線が、福井方面行き。 校内踏切を渡った先の南側、2番線が三国港方面行きである。レンガ造り風で平屋建ての駅舎は、京福時代からのもので、越前鉄道のペナントが吊るされた屋根と、待合室がある。字見駅で、改札口隣の表玄関左側には、阿わらし観光案内所の、あわら温泉情報所教える座、あが併設されていて、売店も兼ねている。 この駅舎は1975年に建て替えられたものだが、当時は、京福電鉄だけでなく国鉄バス金津三国線も使用した合築駅舎であり、国鉄中部自動車局も費用を負担していた。駅裏にはホームをまたぐ自由通路がある。京福電機鉄道だった頃は、福井駅から東駅折り返しの定期区間列車が、 設定されていたが、越前鉄道に移管されてからは設定されていない。ただし、方向膜は用意されており、折り返し運転は可能になっている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。阿波ら温泉街の南端に位置し、駅の北側には広範囲にわたって旅館が立つ。その他、南側を中心に完成な住宅街も広がっている。 JR 北陸本線にもあわら温泉駅があり、バスに乗り換えた上で、あわら温泉を訪れる遠距離の旅行客も多く、当駅を利用する旅行客は多いとは言えない。ただし温泉街には当駅の方が近い。また、駅前のロータリーから当駅とあわら温泉駅間などを結ぶバスの停留所もある、ことから、 電車やバスの到着直後は三国あわら線の福井市街の駅で最も賑わいを見せる。駅前広場を挟んで、反対側には駐輪場、駐車場があり、無料のレンタサイクルも用意されている。停留所名は、あわら湯の町駅。駅舎の正面に、京福バス1番乗り場、進行方向後方へ、順に2番乗り場、タクシー乗り場を挟んで3番乗り場と続く。 あわら駅に関するカテゴリー。あわらゆち駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。